何これ。Get on up, that the get on down. Get on the get on the get on the. Get on up, that the get on down. Down.何これ。へえ、すごい。ちょっと面白いものがありますよ。見に行ってみましょう。こっちホルモンがまあ有名なのは知ってるんですけどもね、昨日ももつ鍋食べたし、これ初めて見た。見て、ホルモンの自動販売機だって。ホルモン、豚ホルモン、豚さがり、牛島町、上豚ホルモン、タレこんなの初めて見た。ホルモンの自動販売機だって。あ、こっちでは普通に売ってるんだ。でも牛のさがりとか普通にお店で買えるのいいよね。さがりってまあ、あれみたいなもんですよ。ハラミみたいなもんですよ。横隔膜の、ハラミとセットになってる部位なんですけども。いいなぁ。食堂があるけども、これもう今日、終了か。食べたかったなぁ。これ食べたかったなぁ。14時までだ。キャンプ場とかがね、空いてたら、こういうところで、お肉買って、で、キャンプ場で、もうただ焼くだけ、あとはご飯を炊く、そんな食事で十分なんですけども。ちょっと青森はね、結構自粛意識が強くてですね、キャンプ場もやってるか分かんなかったり、6月いっぱいまでもう完全にお休みって決めてるところが多かったり、営業は7月1日からですっていう風に言われるところが多いんですよ。温泉施設とかね、特に。なので、北海道行っちゃおうか。北海道行っちゃった方がいいかもね。道の駅森田、そう、さっき森田温泉たかったんですけど、お、何ここ良さげじゃん。そば、そば食べようか。お昼ご飯ね。え、あ、違うわ、そばじゃない、ラーメン。ラーメン教えてもらったんですよ、おすすめのラーメン。そこ行こうか。今の道の駅森田のそば屋すげえいい感じだったね。そばでもいいけど、ラーメン食べたいな。ご当地ラーメンね。さあ、それではですね、こうやって地方いろいろ回ってると、ご当地ラーメンやっぱりすごく行きたくなるんですよ。で、青森ラーメンのおすすめなんですかと聞いたところ、いくつか教えてもらったんですけども、その中で僕が、あ、ここ良さそうだなと思ったところがありまして、それが青森ラーメン中華そば平子屋でございます。うわ、すげえな。もう車が今ちょうど着いたところなんですけど、結構ね、車がもう止まってて、すごい人気ラーメン屋っぽいですね。どんどんお客さんが行ってます。今時間だって変な時間でしょ。今、そう、15時ですよ。
お昼時ならまだわかるんですけど、15時で駐車場満車、そしてどんどんお客さんが入っていってると、これはかなり期待できそうですね。事前にですね、 Google マップで調べた時の、出てきた写真は、チャーシュー麺っぽい感じ、あのチャーシューがお皿の周りにブワーっと溢れ出るような、そんな感じのスタイルのラーメン屋でした。中華そば平子屋、突撃してみたいと思います。駐車場満車ですよ、満車。自家製麺中華そば平子屋、すごい。今日の煮干し、煮干しがどこ産かっていうところまで書いてある、青森、千葉、あと境港も結構多いですね。境港って鳥取です、鳥取。カニが上がるので有名な。カニも食べたいな。もう来年ですね、でもズワイガニは。津軽といえば煮干し、その煮干しの最高峰、青森ラーメンナンバーワンのこちら、煮干しの最高峰ラーメンらしいですね、ここ。食べログの情報によると、おすすめを聞くと、濃い口とのこと。濃い口っていうのは濃い口豚骨煮干しそば。そうなんですよ、煮干しがね、見てください、ほら。今日の煮干しっていうので、あっさりと濃い口、どういった煮干しを使ってるのか、全部上がった港が書いてあります。境港多いですね。境港っていうのは鳥取の、カニが取れるので有名な港ですね。なるほど。平子煮干し、平子煮干しっていうのが多分味のベースになってる煮干しですね。初めて聞きましたけども。で、あっさりの方は、ウルメとか、片口を使ってて、濃い口の方は、あ、なるほど、サバを使ってるから結構、強い出汁が取れてるんだと思います。そうだな、濃い口かな、やっぱり。ゲイシャボーです。はい、うわ、すげえ。はい、ありがとうございます。お水の、あの、あれもらっていいですか。はい、ありがとうございます。さあ、ラーメン届きました。ネギはオプションで大盛りにして、それから煮卵も入れました。チャーシューもいい感じのが入ってますね。こってり味です。そして安定のご飯と今日もデブ飯いただきます。まずスープからいただきましょう。ちょっと温度ぬるめですね。僕は結構熱々のが好きなんですけど、煮干しの出汁がしっかりと効いた、スープです。そしてネギの量が細かく選べるところが嬉しいですね。ネギダク、ネギダクダク、ネギダクダクダクと、僕はもちろんネギダクダクダクにしました。さあ、麺いただきます。結構太いんですよね、これ麺が。ヘビーな麺です。僕ね、やけどしないぐらい熱々のラーメンをフーフーしながら食べるのが好きで、でもまあ、さっき言ったようにこれ結構スープの温度が低めなんですよね。なのでそんなにフーフーしながら食べるという感じでもなく、なるべく急いで食べないと最後の辺がスープが相当ぬるくなってしまうと、そういう種類のラーメンかと思って今回結構ね、急いで食べてます。オプションで煮卵を追加したんですけども、煮卵のクオリティが高い時に僕がやる技があります。汚い食べ方なんですけども、それが周りにバレない方法なので、女性の方はぜひ参考にしてください。まず煮卵を半分に割ります。レンゲの上でね、割ります。そして
レンゲに乗せて、まあ、ちょっとスープ入れてるんですけども口に含みます。で、味が足んなかったら素早くスープを追加、そしてその後ご飯をその口の中に放り込みます。そして咀嚼すると、汚いですけどもすいません、口内卵かけご飯。旅先なんかでですね、自分のホームじゃない時に、こういう食べ方ついついやっちゃうんですけども、口の中で卵かけご飯を作るという、本当すいません、汚い食べ方で美味しかったです。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。はい、お腹いっぱいです。青森ラーメン平子屋行ってきました。青森ラーメンって、まああれは青森ラーメンっていうのか分かんないですけど、青森の、ラーメン、煮干しラーメンすごい有名らしくて、煮干しの出汁が入ったラーメン、その中でも一番人気の平子屋さん行ってきました。メニューはですね、こってりと、あっさりがあって、僕はこってりを頼んだわけですけども、豚骨なんかのこってりに慣れてる人は、平子屋のこってりは全然そんなこってりに感じないです。魚介系の出汁が好きな方はめちゃめちゃ好きだと思います。煮干しもね、4種類の煮干しを使い分けるってすごいですよね。僕のはこってりだったんで、煮干しとか、ウルメとか3種類、そういうのが3種類と、あとサバ節なんかも、入っているこってり煮干しラーメンを食べたわけですけども、そうですね、いや悪くないけど僕はやっぱり豚骨ラーメンですね。いやー、美味しかったですよ。美味しかったけど、僕はやっぱり豚骨ラーメンが好きです。まあこの後ね、多分北海道ちょっと行くことになりそうなので、というか気持ちはですね、もう行く気満々なので、ちょっと今後のスケジュールなんか今から調整して、仕事のスケジュール入ってきそうなんで、それが都合つけばぜひ北海道も行きたいなと、そんな風に思っております。それではまた次回、じゃあね。Get on down.